これでこの辺りの機械生命体はおおむね排除できましたね。トゥビー、9S 司令官、緊急指令だ。君たちも知っての通り、我々が保有する空母が補給のために寄港予定だ。しかしその空母が機械生命体たちの攻撃を受け交戦状態に入っている。すでに廃墟都市方面に駐留中の全ヨルハ部隊に連絡をしているが、君たちにも援護に参加してほしい。マップデータ及び飛行ユニットを転送する。以上。司令官って本当に人使いが荒いですよね。そういうことができる人じゃないとリーダーは務まらない。なるほど。通信が届くアンドロイド部隊に支援要請。現在我々は敵軍の攻撃を受けている。護衛艦は大破し行動不能になった。手持ちの支援機で応戦しているが押されている状態だ。繰り返す。こちら空母ブルーリッジ2、付近にいるアンドロイド部隊の支援を求む。反応が残ってます。その敵は今破壊したはずじゃ。そんな、こんな大きな敵どこに。何あれ。
これが機械生命体。こんな大きいの見たことない。クソ、 EMP 攻撃で接近を防いでるのか。なんとか別の方法で攻撃しないと。オペレーター21および 9S へ通達。衛星レーザーの直接攻撃を敢行することが決定。照準を安定させるため敵の EMP 発生機を破壊してください。 EMP 発生機って？具体的な座標をマップデータとして転送します。 EMP 発生機の位置を確認。マップにマーク。司令部から敵の情報を入手。情報を開封して。巨大機械生命体は320年前に確認されたのが唯一の記録。上陸後に超超強力電磁波攻撃を敢行。当時の戦闘では護衛部隊のレジスタンスが全滅。つまり上陸を阻止しなくては再び惨劇が起きる。その推論を指示。電磁波の消失を確認。衛星レーザー攻撃着弾します。クソ、本体にも電磁波防壁があるのか。苦戦しているようだな。ヨルハ部隊。北部 12C 防衛本部から派遣された傭兵部隊だ。私は隊長の 4B。 ここは我々に任せろ。トゥビー、ここは増援部隊に任せましょう。僕に考えがあります。場所をポイントしました。そこで合流しましょう。トゥビー、ここには沿岸防衛用の迎撃砲が敷設されています。あの怪獣も近距離からの物理砲弾なら EMP の影響を受けずにダメージを与えられるはずです。了解。僕が照準をアシストします。敵の外壁が分厚すぎてこの砲弾じゃ。トゥビー、敵の内部に直接攻撃をするんです。直接？そうか。そうです。奴の口の中に砲弾を撃ち込んでやってください。あの巨大な機械生命体は
過去に廃棄された兵器です。アンドロイド殲滅用として開発されたのですが、制御不能になってしまって、当時は私も機械生命体のネットワークに組み込まれていたから覚えているんですが、上陸した途端に暴走し、敵味方関係なく攻撃を始めたんですが、結局我々も暴走を止めることができなくて、深海に投棄されたのですが、再び上陸を試みているようですね。そうか、トゥビー、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。トゥビー、僕は空母に搭載予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。ミサイルコントロール起動、発射準備。ミサイルコントロール開始、確認、発射可能状態。発射。姿勢制御がこんなに重いなんて。警告、障害物に注意、接触すると重大な事故につながる恐れ。分かってるって。墜落した夜波部隊の捜索と救援部隊を編成しろ。トゥビー、ナインエス、死ぬなよ。その子は大きな力を持っていました。でもその子は少し壊れていました。周りの人を傷つけてばかりいました。その子はいい子になろうと頑張りました。でもその子はうまくいい子にはなれませんでした。
叫びます。お母さん、お母さん、お母さん、お母さん。その子の声がお母さんに届くことはありませんでした。陶器はポット。我々は同じ状況データの共有を提案。賛成。次の状況交換。
検査推奨、記憶エリア。はいはい。肺は一度で認識可能。はーい。記憶エリアチェック完了。問題なし。了解。検査推奨、視覚センサー処理系。はい。チェック完了。問題なし。全チェック完了。ようやく全部のチェックが終わった。データオーバーホールとかやりすぎだよ。機体 9S は敵に旅客され、長時間の操作不能状態にあった。その間に敵の論理ウイルスの潜伏を許してしまった可能性が。分かった分かった。あとはバンカーのサーバーとデータを同期したら終わりだね。何？今の不明。データ同期を中止。警告、データ同期は全ルーハ機体の義務工程。不明瞭なノイズがあったからね。 2B のデータ同期プロセスも一旦保留しておいて。了解。万全を期するためにデータノイズの原因を探す。サーバーへのポートを開いて。全部調べるのは無理だな。重要なポイントに絞って調べよう。検出、ヨルハ機体保管記録。こんなに厳重に防御する意味って何だろう。ブラックボックスに関する情報だけ全部潰されてる。
検出。月面の人類会議サーバーへのポートログ。どうして防壁がこんなところに。これは月面への資材搬入記録か。でも変だな、空のコンテナがやたらある。なんでこんな無意味なことしてるんだろう。新しいポートが開いた。検出。人類会議及び夜波計画記録インデックス警告。当該データへのアクセスは許可されていない。変なデータが多すぎる。このデータも調べないとダメだ。攻撃型の防壁。こんなのをサーバー内部に設置するなんて。このデータ、夜波計画の中に人類会議策定の見出しが入ってる。これじゃ順番が逆。ボディユニット起動。了解。9S オペレーターさん、何があったの。実は廃工場エリア全域に機械生命体の反応多数確認。その後 2B から支援要請があったけれど電波状況が悪く。分かった、こっちも大型ターミナルからアクセスしてみる。申請。サーバー管理室の利用。申請の許可を確認。この部屋の装置を使用することが可能。2B のブラックボックスし通常通信向こうに直接。次はこのまま 2B のいる部屋のロックを解除。
B のところへ行かないと。ロボットの残骸まだいくつかは使えそうだな。念のためここの座標をバンカーに送っておこう。
くそ、もっとパワーのある機体に乗り換えた方がいいかもしれないな。ロボットの残骸、みんなで死んで鳥になる。9Sバンカーからハッキング、これから。分かった。
2B の脱出経路を確保しないと。よし、最初のゲート解除。 2B、 そのまままっすぐ進んでください。了解。第2ゲート解除。ゲートのロックを解除しました。先に進んでください。分かった。したぞ。出口までのルート確保完了です。ありがとう。報告、 2D が大型の機械生命体と交戦中。大型機械生命体は工場施設より電力供給を受けていることを確認。推奨、工場施設のメインフレームに侵入し電力停止を敢行。ナイエス、今遭遇してる大型機械生命体が。大丈夫です、モニターしてました。工場の電力を落とします。お願い。工場システム掌握 20%。 2B、 なんとか耐え抜いてください。工場システム掌握 50%。 あとは
この怖さへ何とかすれば。電源供給を停止させました。トゥビあまたの戦いと冒険を経て、預言者は言う。ああ大地の慈悲を、ああ天上の喜びを。鉄の首輝から解き放たれ、私たちの魂は救済されるだろう。永遠に、永遠に。今のはどうして。報告 2B による敵大型。ああ分かった。9S 司令官、すまないが司令部まで来てくれ。了解しました。君がメイン。そのことで聞き、ヨルハ計画の中に月面人類会議の設立。これじゃ順番がまるで僕たちヨルハ部隊。その通りだ。月面の人類会議サーバーは我じゃ人類はもういい。正確に言えば人類は月からの通信はプログラムで4月に残っているのはわずかな。なんで異星人が襲来した時にはこのチップに興味があるなら見てみればいい。どうして理由なく戦う我々には。自分で決めるんだな、これからどうするか。どうして死んだんだ兄ちゃん。どうしてなんだよ。くそー、すべー、すべー、殺してやる。人類がもういない。2B に戦闘配置。司令医 9S に出撃命令。レジスタンスキャンプ付近の 2B を支援せよ。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生命体が大量に出現。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため速やかな対処が望まれる。司令部より連絡。警戒レベルが4に上昇しました。繰り返します。警戒レベルが4に上昇しました。メンテナンス中の機体は速やかに待機状態に移行して。
丈夫。電波障害のため通信不可能。急がなきゃ。ブラックボックス感知、光線中と予測。大丈夫？いや、命中してよかった。俺は全部破壊してやる。大丈夫？大丈夫。この化け物を倒す。分かった。まだ出てくるの？こんな風どうすれば。トゥービーさん、聞こえますか？トゥービーさん、私たちの村が。パスカル、聞こえる？クソ。ここにも敵が。ナインエスさん、ネットワークにぶら下がっている機械生命体が全部暴走したらしく、村の入り口を封鎖して応戦しているのですが、私たちの武装では。まずこいつを排除する。ありがとうございます。助かりました。何があったんだ？ネットワークに接続されている全ての機械生命体が一斉に暴走したんです。おそらく全体を統括しているユニットが暴走したかと。あのイブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる？報告、位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。何が
くなれ。どうして兄ちゃんを殺した。俺は膨大なエネルギー反応を確認。何それ。多数の機械生命体からのエネルギー供給と推測。ネットワーク経由で周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。2部にハッキングして停止させてみる。トゥビー援護して。了解。逃げるわけにはいかない。俺にとっては兄ちゃんだけが、兄ちゃんといることだけが生きてる意味だった。警告、ヨルファ機体 9S の自我データの汚染を検知。推奨早急な退避と治療。あと少し。イブの持つオブジェクトコントロール機能を奪えれば。ねえ兄ちゃん、僕戦うことは嫌いじゃないよ。だけど兄ちゃんが傷つくのは嫌だよ。兄ちゃんがいなくなるのはもっと嫌だ。だから二人でどこか静かな場所に。兄ちゃん。しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。
そんな。大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないから。ハイエス、こんな機械！これは通信？データ信号が共鳴し合って。データを機械生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れた。ハイエス、よかった。こうやってアダムとイブをめぐる最後の戦いは終わった。この戦いは戦局に大きな影響をもたらすだろう。僕と 2B の戦いもこの後まだしばらく続くんだけど、それはまた別の話。
指定されたアイテムを回収。最終確認。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。